皆さんこんにちは。糸の構造の超植物チャンネルのお時間です。本日は筑波大学名誉教授糸の構造先生に植物の種子ですねの問題についてお話を伺いたいと思います。それでは糸の先生よろしくお願いいたします。あ、こんにちは、糸のです。今日の話は植物の種子の話ですけれども、農作物だとか野菜だとか穀物だとかそういうものの種子の話をしてみたいんですけれども、今日本の現状でいうと稲とかだとほぼ種もそれからなんか稲そのものも米もまあ 100% 以上自給ですけども、野菜はどうかというと野菜の自給率は大体 82% と言われてて、でそれ以外の米と野菜以外のものの自給率が非常に低いので、全体として食料自給率って 40% 前後なんですけども、実はなんか野菜の自給率は 82% なので、まあ、野菜はだから何ていうか新鮮でないと食べられないから、やっぱり国内で作らないといけないという事情があって 80% 以上、あとまあ10何%は近くの国から輸入しているのがあるんだけども、問題は意外と知られていないのは、実は野菜の種は9割は輸入している。でここで話がややこしい話になって、何が実際に起こっているかといったら、日本だと種子メーカーとして一番有名なのは坂田の種っていう種子メーカーがあって、2番目は滝種苗とかこういう会社があるんですけど、こういうところが例えば坂田の種というこの日本の一番大きな種を作っている企業が、国内で種を作りきれないので、ある段階から日本にあるなんか野菜の種を増やすために外国にそれをなんか持って行って、そこで植えて種を増やして、それをまた日本に持って帰ってるというそういうことを始めちゃって、でそういうことを合算すると野菜の種の自給率というのは実は何ていうか高くないと。でもこれどう見るかですよね。だからもともと日本の野菜の種なんで、それただ育てているのは外国にそれをなんか土地を借りてるだけであって、もともと日本の種なんだという意味から言ったら外国産の種ではないのかもしれないけど、育てる場所が外国なので外国産というふうに見ることもできて、こういうようなことが実はクロスでいろんなところで起こっている。そういうこと以外に F1 の問題というのは、雑種というその種を作るときに複数の少し遠い種を掛け合わせて作ると、その間の雑種の1代目の子供のところで非常に優秀な植物の種ができるので、それをその実際に作物を栽培するときに使ってあげると、いわゆる生産量が2倍ぐらいになっちゃうとか、なんかすごくなんかこう効率がいいので、商業的にはペイするわけね。ただそこから取れた種がをまいてももう同じ作物が取れないっていう意味では、種屋さんに主導権が移っちゃうので困ったなみたいな話になっちゃうんだけど、でもなんか現実にその種をまいた時に普通の種よりは倍ぐらい収量が良かったりとか、こう揃ったものができたとか、いろいろなメリットがあるので、どうしてもこれは魅力があるわけですね、育てる側からすると。でさらにその先に遺伝子組み換えの問題があって、遺伝子の組み換えって今世界の標準でいうと、人間の子供を作るようなところで遺伝子を組み換えするのは、これはなんか基本的には禁止ということになっているので、ただそれを違法にやっているところ国がひょっとしてあるかもしれないみたいな、うん、某国なんかの時は危ない。中国とも結構やってそうですよやってそうですよね。でなんか いろんな話を聞くと、なんかこっそりやっててもわからないし、次の段階は家畜の場合ね、家畜の時に それをどうするかというレベルで、家畜でも遺伝子組み換えをした羊がどうのこうのってのはニュースになるぐらいだから、家畜もそんなにやられてるわけじゃないと思うんだけど、これもやってるところはあるかもしれない。ところがですね、もう一段行って植物の世界になると遺伝子組み換えは何も禁止されてない。ただ日本は非常に消極的です。でただアメリカはものすごく進歩的です。でヨーロッパはかなり保守的です。で、まあ、ちょっとその国によってまだら状況なんだけど、中国も遺伝子組み換えは今そんなにポジティブじゃない。なんでポジティブにないかって言ったら、今ポジティブにしちゃうとアメリカにやられちゃうんで、その自分がいろんなことができるようになるまでは内部で研究はしてるかもしれないけどね、そういうものをなんかこう受け入れるのはとにかくかなり抑えてる。で一番野放しになってるのはアメリカの状況で、今アメリカの中で多分トウモロコシとか大豆とかで遺伝子組み換えでないのは、日本が輸入している大豆だとか一部のトウモロコシは個別にその作られてるんだけど、ほとんどのものが
遺伝組み換えになっているんじゃないかと言われてて、多分家畜の飼料になるものに関してはこういうものはかなりバンバン遺伝子組み換えになっちゃってます、すでに。でそういう環境の中で遺伝子組み換えのいろんなものが植えられてると、そこから花粉が飛んできたりとか自然にこう増殖していくからね、自然環境の中に。だから日本の種子メーカーがアメリカの土地を借りて、そこのいろんなあの農家の人と契約をして種子を植えて作ってるような畑とかがあるんだけど、でもなんか怖いよね。その農家は作ってないのは確かなんだけど、アメリカ全土になんかそういうその遺伝子組み換えのトウモロコシとか大豆の、あの花粉が飛び散ってるみたいな話があって、だから日本の種子メーカーでアメリカの生産は多分このところ少し減っててヨーロッパにシフトしているとか、そういう話はあるんだけど、これ以外にこれは坂田の種が世界中に持ってる補助というか、なんか契約してこのくらいの場所でアメリカそれからヨーロッパが多くて、あとはアジア地域このくらいのなんかかなりもう20近い場所で作ってるので、坂田の種だけ見てももう完全多国籍ですよね。でだからこれ坂田の種は何してるかって言ったら、基本的に日本の、あの野菜の種を持って行って向こうで種を取って持って帰ってくると、こういうやり方で、それ余ったものはあのさらに日本以外のところで使えないものはあの売るってことはあるけど、原則は日本のものを持って行って持って帰ってきてるんだけど、こういうようなレベルのことを世界の種子メーカーがあのクロスしてやってます。でこれは種苗業界全体のランキングで一番はあのモンサント有名な、1位2位はアメリカですけど3位はスイスのメーカーで、実はこのスイスのメーカーは最近中国に買収された。あとフランスが4位に入って、5位6位あたりはこれはドイツです。7位にやっと坂田の種が入ってくるみたいな感じで、これは日本がのところにそのどのくらいの種子が輸入されてるかっていう、その、一番多いのは北米からなんだけど、日本に入ってくる輸入の種子の一番多いのは北米からなんだけど、南米からもあるし、それからヨーロッパからもかなり来てるし、オーストラリアとかいろんなところから種子がこう入ってきてて、でまあこういうことをやるのは世界のいろんな地域で種を作った方が気候の変動とかいろんなところのリスクのこともあるし、それからなんか夏と冬みたいなのがこう違うエリアに持っていっていると、日本だったらなんか種が育てられて植物、その植物がそのある地域で育っているのはあの一定の1年の一定の時間しか時期しかないんだけど、世界中に状況を広げるといろんなところでいろんな時期に作れるので、そういうところが安全性が増すみたいな話もあって、でこれ輸入量ですよね。でやっぱりアメリカが圧倒的に多くて、次がイタリアが案外多いのね。イタリアとかチリとかね。で、あのヨーロッパのデンマーク、イタリア、ニュージーランド、この辺はなんかだから基本的に多いんですけど、中国がだからそんなに多いわけじゃないけど、でも 10% 以上あるとかって話で、こういう状況が今日本の状況です。それで中国の中の種は今度逆にどういうところで作られているかって、今度この図で、ちょうどなんか1980年代ぐらいに、それまで全部政府がやってたのが、あの中国の民間企業にこういうことがやれるように自由化しちゃった後に、実はなんかアメリカのモンサントとかそういうところが入ってきて、中国の農家と契約をして種子の生産を始めた。アメリカはなんかだから中国で種を売ることを想定して作ってる、あの作りに来たんじゃなくて、アメリカに種をその種を持って帰る、あの持って帰ることが一つの想定と、それから世界のいろんなところに売るっていう、そういう話 で種をなんかこう栽培するって農家と契約してやるんだけど、なんでこういうことが成り立つかって言ったら、種を作るところってとても高い技術が必要で、ただ植えてなんか食べれるものを取るっていうだけじゃなくて、その品質、かなり品質管理をしなきゃいけない、いろんなことがあるので、で特に多く作られているのが F1 なんで、 F1 を作るのは通常の種を作るよりもはるかにコントロールしなきゃいけなくて、2つのも掛け合わせなきゃいけないんで、そういうなんか植え方をして、で出来上がった種が全部がきちっとその同じものにならなきゃいけないので、ものすごい技術が必要 で逆にだから契約している農家から言ったらいろいろ難しいことを言われるんだけど、そこで技術を吸収することができるのと、あとは実入りが高いの、はるかになんか普通に野菜を作っているのに比べたら、だからそれに乗るところはいっぱいあって、
でもだんだん自前の木、中国で消費化されるのも増えてるんだけど、それでも最近でも半分は輸出されてるので、それでこういう状況の中で最近言われてるのは、去年水害がありましたよね、中国で。コロナもあって中国の種子が足りなくなってるんじゃないかって話があって、あんまり情報がなんか 100% 記事で出てきてよくわからないんだけど、アメリカの企業も気象条件がいい条件でずっとこれまで作ってたんだけど、だんだん気象条件が厳しくなってきた時に、特に F1 の種がそれに対応できるかっていう話になった時に、ああいう自生の種って固定種とかって自生の種の場合は基本的になんかずっと同じ種がなんかそこの植物がそこになんか育っていって、どん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 自分の種をそこに植えていくから、その地域に適応して進化していくみたいなことが起こってるんだけど、 F1 の種の場合はもう世界中で作ってて、かなり理想と思われるカップリングをして新しい種を生み出すので、それを特定の地域に持っていった時にそこで絶対にきちっと生えるかって保証はないですね。それでも日本の製のものはなんかとてもどんなところに持って行ってもなんかかなり育つで品質性が高いんだけども、全てのものそういうわけじゃないので、中国の場合になんか全部そうやって種をなんか任せてる間に中国の固定種がなんかなくなっちゃって、全部 F1 に置き換わってるような、なんで F1 に置き換わっちゃったか、中国の中も生産量をとにかく上げたいっていうモチベーションがすごく高いので、儲けたいっていう、同じナッパものだとしても固有種でやったらやるのと F1 でやったのと収量が2倍くらい違うって言ったら、もう誰もなんか固有種は作らないで全部 F1 になっちゃうわけよね。だからそういうことをやってる間に固有種の種が全部消えてしまって、固有種の種は多分モンサンドとかさ、なんかそういうところをみんな集めて持ってるんだとは思うけど、だんだんなんか種が固有種の種がなくなってきちゃうと、固有種の種の方が環境に対して、その土地の環境に対しては合ってるんだけど、F1 は全世界でユニバーサルなものを作って、それが生えるか生えないかみたいな話なので、合う時はいいんだけど、合わないとなったらなんか逆に育たないよね。で穀物なんかを特に飼料になるトウモロコシとか大豆みたいなものを作ってる時に、その中国の国間でそのマッチングがなんとかなることもあるけど、なんとかならないみたいな話になったらもう面倒くさいんで、じゃあ輸入した方が楽だみたいな話で輸入に走ってきたというような、そこの比率の割合のところもあって、中国の中で自分の国に合った種子を作っていくっていうようなところがちょっと弱くなってきていて、でそこにその去年の水害が来たんで種が足りなくなってるんじゃないかって話もあるんだけど、植物自体が足りなくなってると、種が足りなくなると両方あって、でアメリカが本当に大丈夫なのかみたいな話になると、アメリカもやばいかもしれないよね。アメリカの中もだからほとんど F1 と、それから今は遺伝子組み換え、アメリカは F1 を通り越して遺伝子組み換えになっちゃってる可能性高くて、でそうなるとこれから何かが起こった時に、非常に特殊な F1 とかが遺伝子組み換えのものに注意して、それだけに置き換わっちゃってると、これから気候変動が出た時に全滅しちゃう可能性があって、でどうも気候変動来てますよね、どう見てもね今。だからこれから先とても危ないことが起こる可能性はあるんだけど、ただ日本の場合は頑張ってかなり固有種を守ってる部分なくはないので、アメリカほど極端に言ってないし、ヨーロッパもドイツなんかはいわゆるなんかこう種子メーカーもグローバルの F1 とかって頑張ってるのもあるんだけど、ドイツとかなんかはやっぱりね、シュタイナーが強いのね、影響が。それでシュタイナーが強いと、ああいう F1 だとかああいうものよりは固定種をものすごくなんかこう生命体の部分のところをとても大事にするので、受け入れない F1 も、もちろんだから遺伝子組み換えは受け入れないんだけど、だからそういうのでなんかこうかなり自然の方に近いような感じのところがかなり強く生き延びてるってこと、ところではかなり強く生き延びてるんだけど、そうでないところはそうでなくなっちゃってて、味も弱くなってて栄養も弱くなってて F1 になっちゃうと。最近なんかだから中国はなんか今の価値観とか行動の仕方を見てると、水も食べ物も両方ともおかしくて、なんかそれが原因でなんかまともなことが考えられなくなってるみたいな、常識的なことからかなり外れちゃってるところもあるんだけど、アメリカの状況も
実は近いかもしれない。アメリカもなんか水の問題もあるし、それからなんか食べ物があそこまでなんかおかしくなってると、やっぱアメリカの人たちがなんか今これだけおかしくなってきてるのは、もちろんなんかちゃんと野菜を食べないで甘いものばっかり食べてとか肉ばっかり食べてるのもあるんだけど、その肉の飼料も問題だし、野菜とかを作る時の時にちゃんとしたものを食べてないのもひょっとしたら原因かもしれないですけど、ちょっとやばいですよね。で、今日の話はそういうところの入り口の話なので、ここのところに行くともっと話はあるんだけど、まず常識的なところが思ってないような状況のところまで行ってるんだということをまず押さえておかないと話が先に進まないので、今日はまあこういうイントロとして話をさせていただきました。はい、三田の先生どうもありがとうございました。この話に共感された方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは失礼いたします。どうもありがとうございます。